女心を理解しろ女心選手権、どうも、石田正人、海人と、モチです。はい、ということでね、はい、今回はですね、女心選手権ということでですね、はい、いつもよりね、ガガガ遠いんじゃねえか、そうね謎の、頭に入ってる、ここにこう、謎のスペースがあるっていう、というわけで、今回ですね、はい、女心どれぐらい分かってんのかっていうね、あー、大事ですね、の対決形式でちょっと測っていこうと思うんですけれども、はいはいはい、そのジャッジをね、まあ、僕がしてもそのジャッジ側がね、女心分かってるか分かってないかちょっと分かんないじゃないですか、ということで私今回女の子用意いたしました。よしゃよしゃ用意キャッチみたいなこと言ってるじゃあ登場していただきましょう、どうぞ。いやちゃんとした女の子です。そこ可愛い子が来た。ちゃんとした女の子ついてきました。かっこいい、可愛いかもしれない。マジ、それはそう、ブスブスって来てるから。それお前なかなか最近お前なかなか最近やばということでね、3問3シチュエーションそう用意しましたので、はい、まあそれに対して問題解決というかどう対処するかをちょっと実際にやってもらって、それをこの女の子にね判断していただきたいと思います。要はイケメン選手権だ。じゃあまあそうですね、心のイケメン選手権、心のイケメン選手権。そう、そういうことです。きつくないこのイケメン選手権。イケメン選手権あなたは違いますって言われたら心イケメンじゃないってことだから、もう終わりだよ。そう、終わり。結構技量試されるよ。カイト、なんで俺カイトが普段からね女と遊んでるのがバレます。ざけんな。ざけんな。というわけで今回は女心選手権やっていきます。うん、やっていきましょう。やろう。今回のせくんはね、出題者という名目を得て逃げてるんですよ。いや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 、で、俺フレームアウト。見たい人いるからね。一個ぐらい例題としてやってほしい。例題じゃん。あ、それいいね。一回見よう。見たい人いるから、ね。例題。俺わかんないもん、どんな感じか。そうだね、一回やってもらおうか。やってもらおう、じゃあ一回履けようか。そうだな、よし。シチュエーションなんもなくてじゃあね、野瀬くんの例として、はい、まあ、どうしても外せない用事があって、まあ、女の子との予定をドタキャンしてしまった時の仲直りの仕方を、仲直りの仕方ね、はい、やってもらいましょう。わかりました。じゃあ新宿タイムお願いします。はい、マジむずいよ。マジむずいよ。これみんなやるんだからな、3問。いや、まあ、逆にだよな、俺らさ、初対面だからまあいけるけど、女性の場合さ、積み重ねがあるから嫌だよね。いいですか。じゃあ野瀬くんのドタキャンした時の仲直りの仕方の女心を理解シチュエーションまで3、2。いや、マジでごめん、本当に。マジでありえない。いや、本当に、いや、違うんだって。なんで、本当に。いや、もう本当にごめん。いや、もうこのね、失態は、次のデートで返します。すいませんでした。まあ、これが例としてね。顔の赤さがすごい。だってもう、後半、ちょっとふざけちゃった。ちょっとふざけてないよ。出てたよ。ちょっとね。一回返しやすみたいな。もうふざけてない。一番恥ずかしいやつだね。恥ずかしさを紛らわすためにふざけちゃったっていう一番恥ずかしいタイプのやつ。いや、面白かった。で、例題で殺されるんだ。でもここは、まあ、初対面じゃないからね。そうだな。やりますか、じゃあ。ということで、第1シチュエーション、はい、まあ、彼女とデートに行った際に、彼女がデートに財布を忘れてしまった時。うわ、ブチギレだわ、俺。ブチギレちゃダメだ。それどこに行く予定とかはないの、具体的に。それなんかさ、家とかだったらいらないじゃん。なんかディズニーとかだったら困るじゃん。じゃあディズニーにしますか。あ、はい、ディズニー行くよっつって舞浜集合したのに財布が忘れたってことね。スイカだけ持ってきてて、財布だけねみたいな。じゃあまずはるきからやります。俺やだよ。よし、じゃあじゃんけんマジ。いいよ、じゃあじゃんけん勝った人がいいでしょ。オッケーオッケー、じゃんけん勝った。マジかよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、ふざけんなよマジで。おい、まあ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 、じゃあカイト君。マジ
で言ってんのかよ。カイトのディズニーデート当日、彼女が財布ごとチケットを忘れた時のシチュエーション。3、2、1。おはよう。ごめん、待った。おはよう。大丈夫大丈夫。あ、よかった。うんうん。え、チケット持ってきた、ちゃんと。あ、持ってきた持ってきた。え、待って、ちょっと待って、ごめん、財布忘れたんだけど。財布と、うん、マジか。まあいいよ、とりあえず行こう。大丈夫大丈夫。え、本当に、うん、大丈夫。いいよいいよ。俺も終わりなんだ。オッケー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 。いやいいんじゃないですか。え、うちが見ようだね。いや、いやもうね、しょうがない。いや、ナクラはちゃんとやってきてる、うん、本当に。俺がね、俺がね、マジでね、やばかった。まあ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 、こんな感じ。この緊張具合も伝わってね、やばいよ、マジでこれ。モッチ君がこのカイト君がね、ケツを吹きましょう。無理無理無理。モッチだからここら辺の高さに感じるけど。無理しないよ。ケツを吹きましょう。カイトは、すっごい俺のボケ。じゃあモッチの女心シチュエーションまで、はい、3、2、おはよう。おはよう。ごめん、待った。いや、全然待ってないよ。よかったよかった、うん、チケット持ってきた。あ、チケット持ってきたよ、うん、え、待って、ごめん、財布忘れちゃったんだけど、うん、いや、でも別に、うん、まあ、このまま行けば、うん、俺出してやるよ、それは。本当に？マジマジマジ、優しい。行こうや。おー、いやー、待って。おー、いいじゃん、もちくん。男らしい。絶対やらんもん、俺こんなこと普段やらない。絶対やらん。 100% やらんことしちゃった。男らしい。 100% やらんことしたもん。もちくん、女性個性で考えてて、てかもうだ、普通にさ、緊張も終わった後まで触れるもん、手が。緊張とかじゃなくて、もう緊張の残り、ここ刺すとやばい。やばい、マジ手がやばい。人のこと煽っといてよ。煽ってないよ、そんな。確かに今日はそんなに煽られてない。ちゃんと分かってるから。バカップルっぽくない？髪色がさ。同じ色じゃん。ヤンキーカップル。おそろい。痛いやつだ。やばい、モッチが取られたからな。モッチがまあ王道に行ったからそれな。そう、つまんないっていう、それを波動にずっと止めてた、自分の中で。まあさ、あれだよね。あくまでさ、普段から女心を理解してるかどうかの話じゃん。え、そうなのよ、実際ね。このために理解しようとしなくていいんだよね。それな。よし、行くか。そうね。気持ちがすごい。ハルキの乙女心理解シチュエーションまで、3、2、1。おはよう。おはよう。ごめん、待った？全然、さっき来たところ。あ、チケット持ってきた。あ、持ってきたよ。え、待って、ごめん。財布忘れちゃったんだけど。うん。そんなこともあろうかと、うん、2枚買ってまーす。どうですか。いいと思います。よし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 。じゃあちょっと頑張った俺。はい、ということでね、はい、第1回目が終わったんですけれども、いやじゃあまず順番にいきますか。じゃあカイト君の好評、まあ好評お願いします。あ、違うか。そうそうそう、そういうことか。いや、やっぱこの企画の一番最初だけど、まあ、頑張ってね、とりあえず。おー。そうね、まずメンタル面ね、うん、まあでも彼女を思ったちゃんとね、答えができててよかったと思います。おー、いいとこだけやったのか。おー、惜しいです。よかったよかった。じゃあ次は黒子、あ、もっちもっちこの意見を。もっちか。はい、なんかまあ、二人目で、うん、なんだろう、同じような感じだったけど、うん、でもなんか言葉がちょっと多いだけでやっぱ全然違うなって思った。で、なんかカイト君と同じ感じだったけど、でも比べたらもっち君の方が良かった。おー、イケメンより乙女心してまーす。お前、どうでもいいけ、恥ずかしくなる。最後、ハルキの。やだなーって。はい、お願いします。はい、え、なんかそうきたかって感じで、まあでも仮に彼女の財布忘れてなかったとして、2枚持ってるのはちょっと意味わかんねえなみたいな。意味わかんない。このシチュエーションだからなんか OK だけど、でもえってなるよね、普通人に持ってたら。でもよかった、ありがとうございます。じゃあ第2問いきますか。あ、もうないんだ、誰が1位だったとか。最終的にまあ3回やって順位決めようかな。あ、そういうこと。総合ポイント、うん、総合得点的な感じ。そうそうそう、 OKOK。 じゃあ第2問いきましょう。はい、はい。